サザンオールスターズが23日、茨城・日立中市で、ロックイン・ジャパン2024位 HITACHINAKA の大鳥に出演した。サザンオールスターズにとっては最後の夏フェスとなった。ロックイン、史上最長の約100分、19曲のステージを行い、5万人の会場を熱狂で包んだ。全国の映画館でもライブビューイングが開催され、 サザン最後の夏フェスを20万人以上が見守った写真最後の六金で熱唱する桑田佳祐午後5時50分サザンオールスターズの5人がステージに登場したボーカルギター桑田佳祐68ベース関口和幸68ドラムス松田寛68キーボードボーカル原優子67パーカッション野澤秀行 69が並び手をつないだ。大歓声と拍手で、期待と温かい空気が流れた。オープニングは1作目のアルバム、熱い胸沢に、2収録の、女呼んで武器会場を一気にサザンの雰囲気に変えた。桑田は、今晩はー、ロッ最終日、デース最後にのこのこ出てまいりました。今日を心から楽しみしていましたと叫んだ。 その後は、新曲、ジャンヌ・ダルクによろしく、や、いとしのエリー、真夏の果実、ラブアフェア、秘密のデート、ミス・ブランニュー・デー、などのヒット曲を次々に披露した。涼しさを感じる天候になり、桑田の、いい天気にしてくれてありがとう。との言葉に実感がこもっていた。夏フェス卒業は、年々酷暑が続く夏の季節に、 平均年齢約68歳のメンバーが野外ライブをする現実と向き合いつつ、後進のミュージシャンに夏フェスの未来を託したい思いがある。この日のために用意した演歌調の短い曲では、夏フェスは暑すぎてじいさんとばあさんはグッドバイ、と歌ったり泣かないで渋谷産緑黄色社会の皆さん、これからもよろしく。ヤバティも最高、と、今年。 社長を退任したロッキングオングループ会長の渋谷洋一さんへの感謝や、ステージに出演した緑黄色社会やヤバイ T シャツ屋さんら後輩たちへのエールを歌にした。アンコール2曲目、この日最後の曲、勝手にシンドバッドでは、この日出演したヤバイ T シャツ屋さん、桃色クローバー Z、緑黄色社会、クリーピーナッツ、ワニマ、ザイエロー